はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、ついに来ましたこの時が、皆さんお待たせしました。はい、今日はこちらをご紹介したいと思います。じゃ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 んとね、ついに来ました。あのね、これめちゃくちゃでかいんですよ。あのね、郵便局の人がね、めっちゃ汗だくになって運んでくれた。総重量どうだ、30キロぐらいあんのかな。もうね、めっちゃ重い。いや、ついに来たよ。でもこれ見て、これでかもう後ろのね、龍拳爆発と見てもね、これでか。はい、ということでね、ついに来たんでね、これを開封したいと思います。ではね、ちょっと開封はね、まあとりあえず、このビニール、海外の多分これビニールでくるまれてんだけど、もうすでにね、ここ切れ目が入っちゃってるんですよ。まあね、中の段ボールが見えちゃってるんですけど、まあとりあえず、これを開封していきたいと思います。ではね、この方に開封をお願いしたいと思います。ということでね、レンちゃんがね、ちょっと、開封手伝ってもらいました。袋をね、切ってくれましたね。はい、ということで段ボールがね、2つ組ですね。うん、これは重いわ。スーパーサイヤン4孫悟空とね、もうちょっと破れちゃいましたけど、まあまあまあ、こういう感じで段ボールは入ってましたね。はい、テープぐるぐる巻き、すごいね。いや、これは期待高まるな。じゃあね、とりあえず、それぞれどんな感じで入っているかっていうのを、見ていきましょう。はい、はい、一応ね、一番下の段、を開封しましたけれども、こういう箱が出てきましたね。この時点でも期待感がもう高まりますね。はい、多分下の段が一番でかいんで、多分このスーパーサイヤ人方の悟空ですよね。で、多分上の段がこのちっちゃい悟空だと思います。はい、まあ、ちょっとね、箱とかはね、しょうがないね、海外製品だからね、送られてくる途中でね、やっぱぶつけたりしちゃうんでね。ということでね、じゃあ下の段、これからね、ちょっと開封したいと思いますけれども、とりあえずちょっと上蓋を外してね、どんな状況か見てみましょう。はい、例のごとくね、こういうバンドで止まってますね。発泡スチロールに、バンドで、ここにね、カードが入ってました。はい、まあ、いつものね、エクシードのカードですね。はい、まあ、正金ですよっていうカード。はい、じゃあね、とりあえずこのバンドを外して、ちょっと見てみます。はい、はい、蓋をね、外しました。はい、こういう感じですね。まあ今のところ全く分かりませんがね、発泡スチロールがとにかくぎゅうぎゅうに詰まってるんで、これ違うか、こ
これはどういう風に、これは多分エフェクトですね、はい、エフェクト、はい、まあ、一応ね海外製品なんでね、漏れとか欠けがね結構あるんで、うん、一応先端とかを見ないとね、欠けてるのはないかな、うん、ないね、はい、じゃあこれはこれで、で続いてこれをいく、はい、でこれ、うん、これも大丈夫そうだ、続いてこっち、よいしょ、うん、大丈夫そうだな、はい、で奥にもあるんですよね、ちっちゃいのが、ちっちゃくなかった、あ、こっちか、でかかったも大丈夫そうだな、よし、ちょっと一旦これをね片しますね、はい、はい、じゃあ続き、こっちだな、はい、うん、これも大丈夫だな、はい、で奥か、大丈夫そうだね、はい、ね、よし、じゃあここかな、よっこらしょ、うん、まあ大丈夫そうだね、多分これがあれかな、台座通過下に引くやつかな、そうだね、岩だね、あー、これ2層になってるっぽいな、下に置くか、はい、これ台座だと、はい、これが多分ね、あの LED の LED を光らすアダプターですね、多分、そうだね、アダプター、はい、ということで1段目はこんな感じですね、ちょっと2段目いってみましょう、はい、はい、2段目を見てみても結局エフェクトですね多分もう1個の方かキャラが入ってますね、まあ、ここら辺はねちょっとざーっと見てね、こういう感じで入ってるよっていうのを見て、もうね、全部出しちゃいます、はい、まあ、エフェクトなんでね、はい、はい、突然ですが、ここでやっぱりトラブルです、折れてますショックやっぱ海外製品だからね、やっぱね脆いんだよね意外に、ね折れ箇所はここですね、ここの部分、ここはねポキッと折れてますね、まあ修復できなくはないけどね、うん、うん、やっぱ折れてたか、
このエフェクトは特に折れやすいからね、まあ、しょうがないっちゃしょうがないか、はい、ちょっとね別のもなんか不安になってきたな、ちょっと見てみよう、はい、はい、ということでねエフェクトの方はね、一つだけあの欠けがあったぐらいで他は大丈夫でしたね、はい、いやあの欠けはちょっとな、あれはちょっとキャラだったら困るな、うん、エフェクトだからねまだ許せるけどな、ということでね2段目は、こういうボックスですね、はい、ちょっと見てみましょうか、はい、案の定ねこういうバンドがしてあるんで、外してねちょっと見ていきたいと思います、はい、はい、めくってみましたらねもういきなり悟空4の顔と体が出てきましたね、はい、いやすげえこの、一番気になるのは顔だよね、顔の髪の毛とかが折れてるのが一番辛いんだよな、よいしょっと、ちょっと取り出しづらいんでちょっと両手を使いますね、はい、出せました、ちょっとあすいませんね袋もちょっと外そう、はい、悟空4顔、うわめちゃくちゃいい、かっけー、なんじゃこりゃ、一応幸いなことに髪の毛の折れはないですね、うん、これは良かったな、うわめっちゃかっけえ、できいいなすげえな、うわ細い、すっごい細かい、もうでけえ、手と比べたらこのでかさ、はい、じゃあちょっとね体を出してみましょう、はい、はい、一応ね、キャラクターは全部開封しました、こんな感じで入ってましたね、はい、まず、髪の毛がここに、ありますね、ここの横につける髪の毛ですね、でとで GT のロゴが端っこにあってこれですね、で、尻尾が本体の横に入ってましたね、いやいいね、うん、で、ここにね、ちっちゃい悟空の帯、ここに帯で、右手に、左手で、ここに、ちっちゃい悟空の胴体で、奥に、顔ですね、はい、叫び顔、ここもね、髪の毛に折れはなかったんでね、よかったですね、はい、めっちゃ叫んどる、うわいいね、好きな、はい、で、肝心の胴体、もう素晴らしいの一言、このきめ細かさ、布の質感がすごい、これうわすげえな、でも胴体重いんで、とにかくこれこっから出すのさえすげえ手こずった、これ、うん、ちょっとね詳細、はい、こんな感じ、
や、とにかくすごい。はい、っていう感じでね、普通ボックス目の1段目で、多分一番下に、台座があると思います。なので、ちょっと見てみましょう。はい、はい、最下層にたどり着きました。やっぱり土台でしたね。はい、でね、こうよく見るとね、もう LED の、 あの配線がもうむき出しになってるんですよね。すごいね。ただ本当につくかどうかはちょっと本当設置してみないとわかんないんでね、とりあえずこの台座、ちょっと取り出してみます。はい、はい、台座、出しました。案の定ね、こういう感じで、もう配線がむき出しですね。はい、ここに触れたらあかんね。でここに、コンセントの穴があります。で、裏側、はい、裏側はね、シリアルナンバー入ってます。でこれがね、正規品じゃないかどうかわかると思います。はい、600台限定ですね。それの235台目っていうことなんでね、この、ロゴとね、シリアルナンバーが入ってないやつは全て、贋作ですね。はい、結構もうこういうの、これがね、なんか売り始めて、なんか贋作が結構出回ってるみたいなんでね、皆さん、注意して、ください。はい、ということなんでね、実際ちょっとね、本体だけちょっと組み立てをお見せします。エフェクトはね、もう本当、時間かかるし、まあ見てても面白くはないと思うんでね、プラモデルみたいなもんなんでね、ということで、じゃあちょっとね、本体の方がどんな感じで、組み合わさるのかっていうのを見てみたいと思います。はい、はい、土台が組み上がりました。いやー、こちらですね。はい、いや、あのね、すんげーなんかこうボリューム感が半端ないのよ。奥行きもあるしね、あの横幅もあるから、龍拳と比べたらね、ほんと同じぐらい。すげえこれ。で、ここですね、ここに、これが磁石になってるんで、ポトンと、はい、くっつきます。はい、これでようやく台座が、完成しました。いやー、疲れた。イマジネーションに比べるとこんな感じです。イマジネーションの龍拳と比べると、こっちの龍拳とこれを比べるのもあれだけどね。うわ、すっげえボリューム、トゲトゲしいわこれ。じゃあね、キャラ見ていきましょう。はい、ということでね、早速、キャラの方を、組み立てていきたいと思います。じゃあまずね、ちっこい悟空から。はい、はい、まあ、まだね、全然何もつけてない状態ですけれども、いや、やっぱこのね、縫い目とかがすごい再現されてるの、超リアルなんだよな。いや、すげえよ、細かいね、向こうの人は仕事が。で、手をつけていきましょう。まずは、左手、これね、これも磁石になってます。はい、こうパカッとね、勝手に吸い付いてくれますね。で、帯、帯はこう浮き上がってる状態なんだね。こうですね。はい、
で、あと頭が、これかな、これか、はい、ということで、こちらが、ごあらこれ違くね、あ間違えたパーツ間違えた、あちげこのパーツじゃねえか、ごめんなさい、こっちでしたね、全然違うじゃん、はい、カツッと、はい、こんな感じですね、はい、うわ叫んでるぜスクリーム、うわすっげえ叫んでるぜ僕、すごいグラデーションとかもされてるしね、すごい、いやーすげえな、はい、これが、小さい悟空、はい、じゃあお次はね、ちょっと大きい悟空をね組み立てましょう、はい、はい、ちょっとね大きいんで引き離します、とにかく持ってるのがつれ、あほんまこれだけでおそらく10キロぐらいありますね重い、片手で持ってるのがもうつらい、いや収まんねえ画像に、ああ多分あれだね、グランジスタとかでもこんぐらいだよね、ちょいこのテーブルぐらいだと思うんで、もう全然大きいわこれ、取るのむずいなこれは、尻尾は後にすっか、とりあえずはい、頭部ですね、いやこの頭部めっちゃよくできてるわ、かっけえなほんと、めっちゃかっけえ、いやあのね SMSP と比べたりとかそういうのはねあんましたくはないんでね、まあ、ちょっとねあれですけれども、紙パーツも磁石なんでね、これどっちがどっちなんだこれ、あとこっちが向きとかもあるんだよな、こっちがこっちか、こっちがこっち、でこっちがこっちなんだよな、あここか、はい、こんな感じですね、素晴らしい、いやなんちゅうことでしょう、いやすげえ、これ持ちたくねえんだよな重いから、よっこらっしょっと、ちょちょっとね押さえて立たせて、でおそらくこれも磁石なんで、よいしょっと、がっつりはまった、いやこれ入んねえな、よっこらしょ、はい、うわかっけえ、めちゃんこかっこいい、なにこれやばすぎる笑っちゃうぐらいやばすぎるぜこれ、いやーこいつはすげえ、ああ重い重いんで、とにかくプルプルするぜプルプル、おいしょっと、まあねここら辺はね、開封の時に 見ましたんでね、ちょっとスルーしますけれども、まあ、とりあえずこれはマジでちょっと重いし、ちょっといやすげえ、はい、うわっちょっとどうすっかな、尻尾があるんですけれども、尻尾をよあ、もう無理。
重い。ということでね、ではね、すべて取り付けます。はい。はい、全部組み終わりましたね。では見ていきましょう。はい。はい、こういう感じですね。はい、叫び顔、悟空。スーパーサイヤ人4かっけえ、すげえかっけえぜ。うわ、龍拳と比べるとすげえでけえこれ。もう悟空、スーパーサイヤ人4の悟空がめっちゃでけえよこれ。伝わりづらいと思うんでね、まあ、まあこう、これはさっきも言ったようにあんま比べたくはないんですが、一番ね大きさ分かりやすいように SMSP を並べてみましょう、はい、こういう感じですね。ゲーでいけっていうのがわかるよね。 SMSP でもすげーでいけと思ったけどね。いや両方とも顔認証するね。うわーこれはすごい。いやーでけーしね、これめちゃくちゃ重いよこれ。いちいち運ぶのにこれ分解しなきゃね、これ持ち運べないねこれね。いやーこれはすごい。ではね、早速ですがライトアップ機能、こちらちゃんとつくかどうか試してみましょう。はい、一応ね今ねコンセントに挿しました。一応ねスイッチがあるんで、それを押してみますね。なんかね2パターンあるみたいなんでね、まあ結構多くなんだよねスイッチが。これまず1個目がこう、はい、まあそこまであれじゃないけど、まあ今明るいからねわかんないけど、一応ね全部光ってはいますね。でもう一つのパターンが、はい、こう点滅バージョンですね。うん、まあ、この点滅はもうほとんどここだけですね、光ってんの。奥は光っ、あ、奥も光ってんのかこれ。わかりづらいけど奥も光ってんのかな。うん、じゃあねこれを踏まえてちょっと明かりを消して見たいと思います。その方がねわかると思いますのでね、はい、ではさっきの点灯バージョンから、よいしょっと、あ、これだとすっげーわかりやすいね。バージョンにしましょう。はい、まあ、これはこれでいいね点滅バージョンは。
シュワン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 っていう音が鳴ればいいけどね、マジンベジータのやつみたいにね。すげえな。じゃあね、どうせだったらっていうんでね、ちょっと龍拳と一緒に光らせてみましょうか。はい、今ね、両方点灯させています。はい、消してみましょう、明かりをね。はい、うわ、龍拳の方がやっぱすごいな、光はね、うん、まあ、龍拳のね、龍の目の方は光らせていません。スイッチは入れてないですけどね。こっちはやっぱちょっと薄暗いかな、うん、もっと明るかったらいいんだけどね、うん、この龍拳はやっぱすごいね、光だね、うん、ちょっとしたライトアップだよね。じゃあこっちは 点滅モード。龍拳の方はね、点灯のみなんでね、でスイッチもないです、コンセントにつないだらもういきなり光るってやつですね。うん、やっぱちょっと暗いな、うん、もっと明るく光ってくれたらもう100点だったな。うわー、すげえな、クリスマスかよ。はい、はい、ということでね、今回は、これで、無事にね、紹介したかった、ものがね、やっと紹介できました。いやー、満足ですね、自分的には。一応ね、この後にもね、次々に、海外の、ガレージキット紹介していく予定です。まあね、私のチャンネルはね、まあ見ての通り、他のね人の開封動画をとちょっと一線を画すように、ちょっと海外限定品を多めに、撮るように心がけていますんでね、ぜひねこの機会にチャンネル登録、していただいてね、あとねいいねいただければ、幸いです。はい、まあね、次はワンピースのガレージキットとか、まあこの後もドラゴンボールのね、ガレージキット、入荷予定です。その都度ね、紹介していきますんでね、うん、いやー、皆さん楽しみに、待っていてください。はい、ではね、あとねコメントもくださいね、一応コメントくださった方にはね、まあアンチコメント以外はね、ハートマークでお返しします。はい、はい、ハートマークで返すように、買いました。はい、ということでね、これにて、終わりたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。